USA! Round one, fight! Thank you.
それでは四季の細道のエントリーをただいまカウンターの方で受け付けておりますので、参加希望の方おりましたらお早めのエントリーをよろしくお願いいたします。
Round one.
Yeah!
Oh!
あ。はい、そろそろイベント、四季の細道始まりますので、よろしくお願いいたします。筐体の方は、今、終わったところですね。で、行われますので、よろしくお願いいたします。今日はすごい寒い。あれ来た、なんか来たね。いっぱい来ました。いっぱい来ましたけど、いっぱい来ました。北3回が来ました。北3回が
あ、じゃあいいですけど。いっぱい来ましたね。うん、ただまあ作るのはいいけど、紙出さなきゃいけないのがね。まあ、まあいいや。一面倒です。一面倒。あ、ミヤさん出ない。いやー、しかし今日はクソ寒いっすね。本当に今日はね、寒い。そうですね、こんな寒いのにゲームセンターに行っちゃう。ただいまですね、大会の準備に伴い、人数および参加メンバーの確認を行っているところでございます。あ、レンスケ押し切り先生のこれフリーペーパー。はい、フリーペーパーでございます。おお、400部ほどございます。え、やべ、コピー本だ。うん、あ、開けますよ。え、差し上げます。あ、いいんですか。ただこちらどうぞお持ちになられていないですか。あの、エボジャパンのパンフレットです。ハイスコアがある俺なん。あ、行くんですか。これは仕事で行けないんですよ。エボジャパンのあれですね、なんかいろんなゲームセンターに置かれてあってフリーペーパーで押し切り先生の書き下ろしが読めちゃうと。画期的ですね。あ、スト5でやってる。あ、スト5の時代にハイスコアガールの面々がタイムスリップしたっていうやつなんですね。そう、だってこれ、うん、だって、だってあれだぜ、バンパイアハンターが現役稼働してる時の時代設定だね。あー、なるほど。それはね、勘違いして S 卒で、ザンギが V 取りするわって話なんでね。なるほどね。強パン強キックですよね。V 取りが確かにあのゲームは変な癖ついちゃいそうだよな。俺も格ゲーを始めたての頃ウルフォーやってたんだけど、ウルフォーとスト2一緒にやってたから、どっちにもなんか変な癖がついちゃってみたいなことがありましたね。画面ではエクスパーさんが CPU 戦やってるところですね。なんかちょっと、はい、忙しいことになりましたが、はい、無事に終わりまして。あー、これで第一試合がエクスパーさんとピロシさんという。お、ピロシさんは何すかキャラは。多分ホンダと何かじゃないんですかね。ホンダかもしれない。キャラは俺ね、聞いてない。あ、そうっすか。僕の係は記録するだけなので。なるほど。これで勝敗数をカチカチやるっつう使い方もできるわけですよ、これで。はい、はーい。最初ははい、さあ、四季の細道始まりました。行ってみましょう。行ってみましょう。これどうやって戻すの。これはダイヤルを回す。ああ、なるほど。いいやつ。さあ、回したらね、動かなかったからね。ああ、弱かっただけだ。もうカウンターに肩が来た。早すぎる。さあ、エグスパーさんの X 竜とピロスさんの X オンダーですね。これはもう、まあ言わずもがなっていう感じの、さあ感じだが、エグスパーさんの本田戦がなんかおかしい。
おかしいんですか。なんかおかしい。何がおかしい。昇竜拳ガードさせた後に強昇竜を打つという選択。いやだって昇竜拳に反撃入れるんだろ読みのこう。ああなるほど。どうせ確定じゃないんだから。ああなるほどなるほど。じゃあもう一発打つよっていう、まあ、打つ打たないの読み合いですね。何かを出していれば当たるっていうやつですね。そう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 。人として出したくなるよね。ああなるほど。そこを全部借りてる大昇竜。完全にメンタルを折りに来ている感じのプレイヤーですよね。そう、あそこ、うわぁ、そうだからあそこでフリフレなはずなのに有利フレームで変わるんですよ。なるほど。まあでも確かに出したくなりそうなタイミングではありますけどさあ、空達を器用に使いこなしていくが、これは裏目に出て100巻相打ちで OK。 相打ち。しかしこの竜、普通の竜ではない。普通じゃない。明らかに本田何と戦ってるんだっていう。いや本田戦ってる、本田と戦ってるように見えないんですよね竜巻投げうますぎる。さあこのガメアジしっかりといくか。エグスパー選手後ろに逃げる。さあ今度は自分が壁を背負って、そんなわけでめくられないと思ったが、おいちょからのビヨっている。これ間に合うんじゃない。間に合ってるが、しかし体力がもうナッシングラブルでどうする。まあ、真空、おワンチャン真空あるのか。おっとっと、おいスカル使ってどうなる。さあお互いスカルが使ったけどどうすんのこれ。あーしっかりしてる。ダイヤシそこでしっかりしちゃう。やけに急に冷静。次はセルタイプさんですね。いやいきなりエグスパーさんは急ブレーキしましたね。いやそういう真空でガードできないっていうどういう意味でしょうか。いや俺にはよくわからない真空をガードさせられない。大地さん今のは一体さあ俺はうーんさあ まだよくわかっていない点点点ですよ。点点点ですね多分ですけど真空ガードさせられないじゃないのかな。さあ続いて現れたのがいやちょっと待ってください、見てください。セロテープさんがエッサーが使ってるんですよ。いや別に使っちゃいけないって言われてるんですよ確かに確かに。いやしかしあの一睡の残儀使いではないはずなの。残儀をメインにずっと使ってたけど、はい、まあもうそろそろいいんじゃないのという。まあでもあの風貌もザンギとまあ似てるんでね。あのどこかえ、まあツルツルだし上半身裸だしで、ね、上半身裸とパンツ一丁のとこしか合ってないんだけど。いやいやいや長身っていうところしか。まあちょっと髪が少ないっていうところで、あサガットは完全にないけどいやあれはサガットはハゲたわけじゃなくて反ってるんでしょ。スキンヘッドですよね。反ってるんでしょ。スキンヘッド、そうそうそうなんて言ってる間にエグスパー選手が一本取っている。さあ、アッパー、ショーアッパー安い。エッサガは何でしたっけ、強アッパカだけなんかすごいんですよね、火力が。そうなんですか。確か、そうそう、ショーと中はあんまりっていう感じなんですよ。と言ってる間に強アッパカをガードさせつつ弾の状態に入る。さあ、エッサガは中距離、遠距離が超絶最強近距離はあれなんですけど、やっぱ中距離、A 距離、これはもうサガットのゾーンです、完全に。ゾーンですね。ゾーンです。ゾーンですね。しかし、しかし、そうですね、もう弾打って飛ばすだけ、おいしいのが当たる。さあ、スロテップ。竜巻あるから案外難しいかもしれないです。でも、竜も竜巻出すの結構疲れるんですよ、これ。いや案外、普通、なんか竜巻見られちゃうと、そう、上、もう。出してきたりとかするから。だからしゃがめばいいんでしょ。え、まあ、しゃがめばいいんですけど前に進めないんですよ。だから結局あっうますぎる今の垂直。これはセロテープさん勝ったのはセロテープさんの S サガット。次アラバマさんです。アラバマさーん、いやーやばい。セロテープさんなんかやっぱ練習してますね、 S サガをしっかり。あなたのエスライソンしかやってないイメージがあるんですけど。え、いやそんなことないですよ結構いろんなキャラクターと相まみえてますよ。相まみえてます。相まみえてます。相まみえてます。さあ CPU チュンリー強い強い。さあまず1本取っていたのは CPU チュンリーアラバマさん飛ばしますかなるほど、じゃあ KKY さんになります。
じゃあまあそりゃうんそうだよねとは思う。だって一番奥の筐体でしょ。ああなるほど、わかるでしょ。あれあれですねえ、だってあの人とやってんだよ。大事大事大事なもんですからね。そうそう大事なもんですから。大事すぎるでしょ。大事すぎる。できないできないですからね。できないですできないですから。できないですよ本来で。大会に出ないですからね。うん、だってだってうん、そりゃこっちだろって、うん、そりゃそっちだよ。俺もそっち選ぶ。うん、エクセさあ続きまして、お、バイソンですね。KKY さんのバイソン。KKY さんのバイソン。これはガード。しかし、バッファローからのアッパーで、やり直し。どうする？あ、やばい。あっと、飛びが、なんとか間に合ってる。球の硬直が早すぎてガードが間に合っている。X 下がったらととっくに死んでますが。あら。さあ、アッパーカット。さあ、ハックに来ましたね。さあここでハク選手が来ましたね。来ましたね。さあ画面端は、あっ、ダンパッチ当たって、これは S 座がかなり気まずい。一周目、まあ出るんだったら、ソロさんの出れるかもしれない。大足で死にましたね。さあ両者一本一本。いやーやばい、アパカがバッファローで死んで、これは、はめ殺されて。まあ、こうなるときついよね。密着されるとかなりやりづらいですね。勝ったのは KKY さんの。破天荒さんでいいのかな？破天荒さんで。押す。KKY さんのバイソン強い。さあ、続いて現れたのは破天荒さんの X 竜。ファイヤー波動拳。これがチート技。弾当てるだけでダウンするっていう代物。あーこのゲームだったら超強いよな。なに、え、スパコンじゃんみたいなぐらい強いと思います。僕はでもね、なんだろう、シリーズが進むにつれてリュウとケンとゴーキの波動の差が両方に生まれてきたのが多分ここら辺かな。そうなんですか。あ、ケンは絶対こけない。あーサードぐらいまでは。さあバッファロー当たっちゃう。芋掘り系よ。で、リュウの波動が近距離でこけるようになったのが02。近距離だけなんか赤いの。へぇー、そうなんだ。飛び込み一番下波動拳だったら、その時だけ波動拳が赤くてこけるの。へぇー、そうなんすか。そんなあるそんなある。いや、だからアニバーサリー持ってんだったら、アニバル持ってんだったら、02やってリュウでやって、近距離で一番下波動拳でやってみたら、赤いよ、確か。へぇー。俺の記憶が違ったらごめんだけど、俺がやってたのはプレステ2版の02だったから、その時は赤かった。なんか、ゲ、なんか、ハード限定とかあるんすかね。ある結構ある。あ、そうなんですか。あ、さあ大足大足大足中足飛び込み2段ですね。飛び込み2回決めましたね今ね。かなり A 段だったと思います。頑張った。さあしかし投げて1回、そうですね、波動拳を出すけど、もうバイソンの突進力が強すぎてもう画面足。中足中盤。さあこの画面足なんとか乗り越えたいが、スパコンをキャンセル。さあちょっと繋がらなかったけど、やばい、こっからがきつい。真空がすかされる。勝ったのは KKY さん。うねさん、おっす。あ、お金がない。マニーマニーマニー。さあバイソン、 S バイソン。さあ同じキャラだけど同じキャラではない。そうですね、似てるけど違う人みたいな。そうですね、はい。まあ一番違うところはまあスパコンでしょうね。まあスパコンのあるなしですね、はい。あとはグランド系がないのか。ないですね。それだと、ただまあこけるんですよね、あれで。そうですね。なのと、しゃがんでてもダッシュストレートが当たるので、一応まあ代わりになるといえばなる。なるにはなるけど、しゃがみの抑止にはならない。はい、ていうか、下がりの抑止にはならない感じをしますけどね。要は下段がないから。ああ、そうですね。
立ちがでもいいっちゃいい感じですね。全部立ちがでいいわけですか、ね、はい、下段は薄いです。今日はだからガードさせて横押しするイメージですね。そうですね、長いは長いので。あれ、如意棒もやっぱりしゃがみに当たるんですか、全然。あれキャラによるんですけど、バイソンバイソンがどうだったかはいまいち。あー、そこは X とは変わらないかな。そうですね、通常技の判定はそこまで違わなかったような気が。なるほど。で、エスキャラ最大の弱みの投げ受け身がないなんですけど、はい、まあ、つかみキャラ同士だとそれは関係ないみたいな。おっと。あ、これはカワシムさん、お願いいたします。さ、カワシムさん誰だったかな。ザンギです。あ、これあれですね、2日カード、いや2日、1日、いや半日カード。そうですね、見せ場といえば2戦じゃないですか。そうですね、ザンギエフ側が余計なことさえしなければ、うん、これやることあるのみたいな。ただこれ一応リードしてるので、はい、まあ、攻めなきゃいけないのザンギになりましたけど。あ、攻めました。これでどうなるんですか。どうにもならないんじゃないでしょうか。削りでとりあえず体力ゴムにもんで持っていければそうですね、いいと思うんですけど。お、回ってるザンギエフは頭か足を殴らないといけないんですけど、はい、頭殴るには飛ばなきゃいけないし、足殴りたくても差し返しはできないんですか。差し返しというか、当たるとこまで近づかなきゃいけないという。あの、梅さんの断末魔が聞こえてくるんですけど。いや、でも体力減らしてますよ。減らしてますね。頑張って減らしてますけど、頑張って減らしてるんですけど、まあ、バイソンの持ち味は何も、うん、やって歩いて足場を刺すというバイソンにあるまじきスタイルを強いられる。そうですね。そして、ああ、これはまあしょうがない部分も大きい気がする。だってこれのカウンターピックでガイル使ってるんでしょ。あー、ミスった。あー、ミスった。はい、デンさんお願いします。いや、だってこれもう10回やらせて、もう10回いや、同じ結果になるんじゃないですか。もう10回やらせてください。10連敗が推しじゃないんですか。もう本当に。いや、でも1ラウンド目惜しかったじゃないですか。1ラウンド目は良かった。あれはちゃんと考え落ち着いたと思います、自分でも。うん、はい、2ラウンド目ちょっと曲げて心が折れましたね、完全に。うん、そんな気はするけど。ってなっちゃいました。そう、あの、現実、そう、現実をついちゃいました。あの、現実見ちゃダメなんです。で、何を見るんですか。エスバイソン、理想を、ひたすら理想を追い求める。はい、相手はこうなってほしいって、俺の攻撃がちゃんとこう当たるっていう。なるほど。そう、それが勝ちを呼ぶんです。理想を追い求めていたら、気がついたら勝ってると。勝ってる、ダメージ減ってる。ダメージ減ってる。そうそうそう、うまくいくと、メンタル的にいいっす。なるほど。現実は、現実は最悪です。現実は最悪。理想を求めて体力減っていくやつです。はい、なんで、現実見ると負けるので、はい、ひたすら、そう、理想を見る。理想に。夢を見る。これは S バイソンザンギ。なるほど。そうです。さあ、デンさんの X ベガーとザンギ。これはよくね、四季の園で見るカードですよね。よく見ますね、本当に。本当に。だーこれ、かなり。やっぱり、メインサブを問わず、なんか使ってる人が多いのと。そうですね。なあ、しかし、つながる。うわー、おー、つないだー。つないで、つながれた。今のはかなり OEP。まあ、あれですよね。なんですか。ザンギは完全にくるくる回って、もう、ベガはカニを出しまくってっていう戦いなんですよね。そうなんですか。そうです。本当に、でもこれ、はい、まあ、ホバーでこかすことができるんですけど、はい、ガードされたら、攪拌食らって、そうですよね。そう、食らったら美味しいんですけど、どう勝てるのが本当に難しい。いやー、これは死ぬ間合い、死んだ。あー、これはな、くっそ、川島さん、強すぎる。次、青木サイクロンさん、お願いいたします。おさあ、ここで青木サイクロンさんのもちろんザンギエフ式プロレス開幕、ワールド式プロレス、やばいっすよ。
あ、インチャイナ。インタイガー。インチャイナだよ。チャイナ。チャイナ。なんでタイガーなんだよ。なんで、そのタイガーどっから来たの？いや、中国って虎じゃないですか。いや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 。トラ、トラ…むしろ、パンダのイメージが強いの。いやいやいや、いや、トラも負けてないっすよ、だって。いや、だって中国のトラ？トラトラ、トラいますじゃん。あーあー、やばい、まあまあ、決まっている。まあ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 、さあ、うん、でも、タイガーではない。1本目を取っていったのは川島さん。川島、黄色い方が川島のザンギー。もちろん青いパンツが青きサイクロンザンギーフ。その名の通り、その名の通り、青きサイクロン。あー、やばい、返された、返されて、ダーブワー。あ、どこまで減るか、死ぬ、ドット、ダメだー、不思議。勝ったのは川島さん。次、モツさん。ザンギザンギってずっとなんかひたすらお互いにフヤフヤってラリアットし合うイメージがあるんですけど、 X だとそうでもないっすね。いや、多分どの今までのシリーズでもずっと回ってるのはないと思う。そう、初代なんてもう回ってばっかじゃないですか。初代はないわ、初代じゃないわ、ダッシュとかターボ。そこは知らないけど、俺が知る限りでは X より過去はそんなぐるぐる回ってるイメージはない。ターボはぐるぐる回ってる。あ、そうですよね。はい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 。ターボは足元無敵のラリアットがあるので、スーパーぐるぐる回りますよね。まあ一生ぐるぐる回ってると。ガエルの中足すら当たらないっていう、あ、最強の技。最強の。はい。軽ラリ。軽ラリ。ハイスピードラリアットですよね。鬼早。さあ、モッツさんのブランカだが、カワシムさんの対応力が素晴らしい。バニシンクで KO。そう、俺の1キャラ目がガエルだったら。で、なんでガエルしなかったんですか。いやー、ちょっと破天荒さんの期待するような目で見られたらもう。何を期待されたんですか。え、あんたまさかエスバイソン今日も使うんじゃないでしょうね。キラキラキラ、あー、じゃあ使います。折れた、折れました。使ってくれるんですよね、的なこう、眼差しを。眼差しがちょっとね、強すぎて。熱視線だとか。毎週なんですよ、毎週使っちゃうんですよ、結局。いや、むしろファンじゃないですか。え、ファンじゃないですか。やばいっすよ、ほんとに。あれはほんと熱狂ですよ。さあ、グッチさんお願いします。さあ、これで出てくるのはグッチホーク。ホークザンギか。ホークザンギ、そういえばどっちがいい感じなんだろう。ホークもなんかザンギもお互いうんぬんかんぬんって感じがするんだけどな。いきなり走る、走りましたね。そう、自分がぐるぐる回るか相手がぐるぐる回すかなんですけど。で、まあお互いぐるぐる回るんですけど。いやいや、ザンギフはぐるぐる回りながら投げてるんです。え？自分がぐるぐる回りながら投げてる。ああ。フォークは相手だけぐるぐる回ってる。まあ、見たまんま。見たまんまですけど。フォークには、ラリアットないですからね。ラリアットはないけど、トマホークバスターとかいう、何か昇竜拳を持ってる。確かに、昇竜技があるんですよね、こういう。対空必殺技がある。これ投げられるのかな。あ、はめれるか。さっき言ったらはめれそうですけど。さあ、上を見ている。なあ、これはさすがにメインキャラの竜なんで、やっぱりこの昇竜拳の精度はやっぱピカイチっすよね。しっかり上を通さない。さあ、上、それ言ったらあなた S バイソンでバッファローヘッドが上手くならなきゃいけない。いや、バッファローヘッドとサマーソロットってなんか違うんすよね。何が。あれは違いますよね。いや、シャタメ上じゃないですか。え、シャタメ上は同じじゃないですか。いや、同じなんですけど、その弾がないかな、ちょっと違う。弾あってのサマーソルト。いや、でもそれだったらフォークも同じじゃないですか。フォークと弾ないのに勝利あるじゃないですか。いや、でも弾ないけど、どうなんすかね。よくわかんないっすよ。よくわかんない。さあ、スパコンで決められたのは川島さん。あ、ただ川島さん4連勝と。4連勝でストップ。はい。次が、あれ瀬尾さんのダルシム。瀬尾さんのダルシム。さ、これはやばい、しっかり落としている。これは頑張って飛びを通さないと無理なんではないでしょうか。無理ゲー。
だけど瀬尾さんの対空がめちゃんこ硬いんでこれ通らないっすよ。ほら通ったら終わるんじゃないですか。え、通ったら終わるかもしんないけど通らないっすよね。ダルシムに完全対応って感じがしますね。完全に秩序は保たれている。ほんとどうすんすかね。テイクが打つんだけど、ほんとどうすんのっていうカードなんですけど、そうですね、これも角腕になっちゃうんで、うわ、このチョップがあのチョップが強すぎて、うますぎる。しかしこれ硬すぎる。やばい、かなり冷たい。いやさあ、これはこっからお、ワンチャンス来ない。相打ち勝ったのは瀬尾さんのダルシム。さっきハックさんがなのかな。アラバマさんまだやってないですけど最後でいいんですか。さあ続いて現れたのは、お、なるほど、じゃあなしで。ハクさんのベガ、ハク選手。なるほど、まあそれは本人に合わせます。今日はベガです。さあ、ハクベガ、ハクベガ、あれ、ハク君今日1周目だけって言ってなかったんですよ。そうなの。あ、ピヨってる。うわ、うますぎる。はい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 、一通りできるぜって感じで返されて投げる。オッケー、危ねえ、危なし、危なし。いやいやいや、ヒヤヒヤもんでしたよ今。さあ、あそこまでいいとこ行ったのに負けてはられない。いやー、でも こうなるときつい。もうつらい、もうつらい、もうゾーン入ってるんですね。もうつらいけど、さあ、なんとか脱出したが、しっかりガードして。いやー、でも球に対してしっかりとヘッドブレスもやっているので打ちづらい感じはしますけど、これは無理でしょう。はい、これはかなりやばい。あー、投げている。今のはいいスカッシュだったんですけどね。しかし瀬尾さん見逃さない。ダルシムの投げ前、さあドリルで近づけちゃうのがねずっちんだよね。そう、足遅いくせに近づけるんですよね、これ。そうなんだよさあ、このファイヤーモードどうするのか。さあ、カニで中断させたが、またまたやり直しかよっていうね。これ、あっと、カニで相打ちすると落とすんかい。さあ、うまい、今の怖い、うまいが、ダメだ、つながる。勝ったのは、勝ったのは、瀬尾さんのダルシム。あ、そうか、そうか、そうか、勝て。あ、いいんだいいんだいいんだ、いこうだね。はい、じゃあ次が、あ、ピロシさんですね。トマダさんがコメント欄に来てます。え、誰が。トマダさんが、あら、こんばんは。今日は忙しかったんですかね。さあ、ピロシさんのホンダ、あれこれ2周目、2周目になります。これで2周目、はい、今日はチュンリーがいないのでこのままずっとチュンリーステージです。あ、そうっすね。はい、今日はこのままチュンリーステージでございます。今日はあの伝説のチュンリー使い、ほぼ山本チュンリーが、伝説のチュンリー使いは今日はお休みでございます。そう、なんで来てないんだよ。まあしょうがないじゃないですか。やばいな。さあ、百裂からの、これで時に来て時間が許す限り遊んでいってほしいっていうのが優先の本音でございます。本音でございますが、かなりこの、あれですよね、ピロシさん、やっぱやるんでね、やっていくスタイルですよね。ホンダ使い、そんなイメージありますけど、体力じゃなくて、体力うまく使って頑張って近づいて、はい、やっていくっていう、それが勝ちパターンですかね、ホンダって。おお、勝ちパターンですね。しかし、このカードは負けていられない。負けていられない。ジャイジさんのダルシムとやるんですよ、ピロシさん。いつ。いやいや、駒の道、次回の。だからいつ。あさって、あさってやりまーす。皆さん、応援してあげてみましょう。ダルシムとやるの。ダルシムとやります。しかも、ジャイさんの。レジェンドオブレジェンドじゃないですか。レジェンドオブレジェンド、しかし、このダルシムを勝ち取っていったのは、ピロシさんのホンダ。瀬尾さんのダルシムを止める。で、次がエクスパー。続いてエクスパーさん、
やー、あさってですよ、小物道。あさってなんですか。あさってやります。あさってホンダダルシムを。ホンダダルシム楽しみですね。さあ、エクスパーさんのエクスリュー。さあ、先ほどの、戦いでは不思議な戦いでしたよね。不思議な戦い方でしたが不思議な戦いでしたね。今回も極まってますね。不思議な踊り。割と普通じゃね。え見てる感じ普通に見えますが。そうですか。弾を的確に打ってこう。あ、そうですね。なんか今回は、あー今回はしっかりと100巻にお仕置きしてって。さ、これはこれは本田戦ですね。本田戦1回目とは打って変わって打って変わってもうものすごい正統派なセオリーで行こうって気持ちになったんですよね、今回は。さあ、大まあ、セオリーもセオリーで大事ですけど、セオリーを壊すことも大事なのね。そうですね。どちらもできるっていうのはかなり器用なプレイヤー。器用ですよね。はい、なかなかやっていません。しかし基本ができないと壊せないんですよね。そうですね。さあ、エクスパーさんはファイヤー波動うまい。あ、でも昇竜拳がスカって、真空もスカって、スカりまくるが、あ、だからこっからでもまだ竜ありそうなんだよな。相打ちしな。なんか突っ込んできた。まあ、なんか入れたとは思うんですよ、真空がないからと。さっき打ちましたからね、真空。そう、真空はさっき打ったんで。さっき打ったから。さあ、100巻だ。さあ、大パンからの下がりながら竜巻旋風脚、これです。これ。いや、でも突進の技の打ち方は合ってるんですよね。合ってるんですけど、前進した後に竜巻ですからね。あ、ぴょってる。下がってるから前に来るよね。じゃあ突進技っていうのがね、突進技の分かりやすいセオリーではあるんですけど。確かにそうですけど。じゃあ次が、次はセロテープ。セロテープさんですね。選ぶキャラはもちろん、選ぶキャラはもちろん、もちろん、あれ違う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 。危ない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 。これはイエローカードですね。びっくりした。これはイエローカードですよ。びっくりした今。いきなり、なんか黒人が出てきたみたいな。あれあれ、随分南国なあれスターが。もうちょっと寒い国だと思うんですけど。まあ、モヒカンだけ合ってますよね。モヒカンだけ髪型はちょっと似てるかもしれないけど。まあ確かに。さあ、このザンギホンダ、まあホンダ、まあホンダ強いこと強いことって言ったらあれしないというカードですが、まあね、これも先ほどのあれですね、スバイソンザンギと同じような光景になっておりますけど。いや、あれは2日間なんですけど、はい、これはこれは割と千年カードなんじゃないですか。これ千年、これは割と千年寄りかもしれないです。あ、ほら千年カード来たって。あ、千年カード、はい、コメントでも来ております。はい。さあ、しかしこの千年きつくね。これね、本当に千年修行しても変わらないと思うんですよ、これ結果は。まあ、これは要はまあ、ベガチュンリーと同じように、同じように、ホンダ側が千年遊べるカードなのかもしれないですね。なるほど。さあ、今の蹴りがいやらしい。ホンダ側は千年楽しいと。千年楽しい。何がどうなんだ。もうコパン連打するだけで、あー楽しい。あー、これはまあでも辛いわな。楽しそう。勝ったのはホンダ。さあ、続きまして破天荒竜。はい、破天荒さんの竜、かっこよく今パチンってやりましたね。決める、こういうですね、決意を固めて。組み合わせ的には勝ちたいですからね。勝ちたいカードです。さあ、エクスパーさんの本田戦と、はい、破天荒さんの本田戦見ると分かるんですけど、はい、破天荒さんは本当にそのやっぱりちゃんとしているんですよね。なるほど。はい、硬いですが、この画面端のハメにはさすがにきついか。ファイヤー波動、ここね、はめきつくないキャラとかいないですからね。いないですね。これがもうこのゲームではもう本当にめんどくさい。さあ、まず1本取っていったのはピロスさんのホンダ。そうですね、この距離はもう波動拳とダイヤシだけで勝てる距離なんだが、詰められてまた亀足寄られている。これではさっきのリプレイやばい。昇竜拳虚しく尺感が当たる。真空もすかされて KO。 マジか。
いやこれは強いですね。これであれですね、上1位タイ、1位タイ、タイタイ、あタイになっちゃった、やーべえピロシさん強い。で次がお、ダルシムです。KKY さん。KKY のさんのダルシム。これは、また、これは小物道カード。小物道カードですね。これはもう、ピロさんが、やり込んでるカードの。絶対に勝ちたいと思いますね。はい。勝ちたいカードでございます。KKY さんはジャイアンさんの弟子。マナ弟子。あ、そうなんですか。師匠はジャイアンさん。え？KKY の負けはジャイアンさんの負け、負け、それは違う、それは違うそれは違う、あ、KKY さんはそれぐらいの覚悟でやっている。これはどっちだ、なるほど、勝った、あーやばい、残って立っているのはピロシさんのホンダ。まず1本取っていく。そう、こっからだとね、銀の音が聞こえないけどね。うまい、スライオミの100巻当たって、さあドリルで100巻を潰していく。さあめくりのドリルからの、しかしこれは美味しい、本田にとっては美味しい前取りになってきたが、ダルシムきついね、これ、うわー、しかし着実にダメージは与えている。ダメージは取れてるんですが必殺にならないんですよ、なんか軽い。そうですね、しかしこれだけでも、これだけでも体力ゲームベリーこれはガンガン減ってますね。さあこれ、なん、これは勝ちたい。しかし、秩序を取り戻している。これは相打ちで OK、 100巻で OK。 勝ったのはピロシさんの本田、うますぎる。さあこれで単独首位です、ピロシさん単独首位、ピロシさん単独首位、すごい。で次がはーい、さあ今度はガイル本田。あ、これはこれはもう、まあ過去にあのホンダ側は XS の試合はあれど、そうですね。でもこれまあありました、ね、実はホンダダルシムとも結構近くて、はい、結局転ぶとはめ殺される恐れがあるので、まあただ立ち回って弾打って飛ばせて落としてるうちはガイル、今みたいに今中足対空だったんですけど、はい、まあ、シレで潰すとか一応タクになったりしてるので、なるほど、火力は間違いなくホンダにあるので、ガイル側はきついはきついがやりようはあると。そうですね、勝ちパターンがある、勝ちパターンあるだけで全然ね、こう未来はあるんですけど、このゲームは違いますね。あのダメージもでかいので本当にワンチャンで殺せる可能性があるので。そうですね、まあそこでガシガシ押してますよ、ホンダが。さあこれ知らない人が見たらホンダ有利に感じてしまうんですけど、いやー俺もホンダ有利じゃないかなと思ってたんですけど、ピロシさんの連勝が止まりません。やばいやばい。さあ続いてデンさんの今度 DJ です。あれね、あれ強いんですよ。何が強いんですかバシッパワバーバシッパワバー、あちょうどなんかあのソニック出すときに、うん、パワバーって来たよ、あーってなっちゃうんですよ。なるほどなるほど。そう、出来場殺しで、ガードしたらガードして3ドット削ると、うん、ハイキスイっていうね。そう、画面端難しいんですよ。でも画面足戦いやすいんですよ。あ、そうなんですか。橋の方が戦いやすいけどきついと。きつい、面白いんですよね、不思議なカードです。不思議ですね。さあデンさんの DJ ですか。これはまあ弾で打ち返してしっかり対空、勝ったのはまず1本取ったのはデンさん。さあ弾で飛ばして、しっかりと弾打って対空してという流れで立ち回っておりますが、はい、さあ画面端しっかりこかしてめくって、おっとっとおっとっとって感じだが、こっからなんとか、そうですね、しっかり拾ってドスコイドスコイ、あれとちょっとやばい、うんうんファーからの、おっつー、あー肘、あー体育しっかりしてますね。あのいやーホンダのダウンするあの技の前しっかり見てましたね。さあ次がはい青木サイクロンさんの DJ ですね。青木サイクロンさんのもちろんザンギエフ。さあこれはデンさんの DJ です。
さあ、デン DJ 対青木サイクロンザンギフト。はい。しかし、これどうなんですかね。これ、まあ、見た目 DJ ですけど、なんか、東大戦見てると、案外ザンギいける部分がある。っていうか、ハメ割るらしいですよ。ハメ、どんなハメがあるかは知らないですけど。ああ、わからない。二回転さんが、いや、こういうのがあるんですよ、みたいなことを言ってた記憶はあります。へぇー。ただ、どんなことがあるのかは知らないです。ハメっていつものハメじゃないんですか？いや、なんか農業ハメとか言うなんのか。農業ハメみたいなのがあるっていう話を聞いたことがあるんですが、そうなんです。見たことがないので、わからないです。わからないですね。ちょっと、僕もわかんないです。終盤ぐらいでやってるから、もうお互いそういうの知ってるもんだけやってるから、発生しないんですよ。でも、あれですね、なんかガエルみたいに長い足がないんで、DJ は。DJ 側も結構難しそうですよね。で、弾の硬直も長いんで、結構ラリアットとか当たりやすそう。すごい。実際当たりやすい、当たってるし。さあ、画面足。からの、にぎにぎ。もみもみ。もみもみもみ。もみもみもみと。もみ殺していきましたね。もみ殺していきましたね。もみ殺しです。こんな日本語存在するんですかね。まあ場所的にかなり痛そうですけどね、あそこもみもみされるのは。続いてモツさんかな。はい、モツさんのブランカ。ブランカザンギョフ。カーシムさんのあのブランカ戦かなりうまかったんですけれども。はい。今度は青木サイクロンさんのまたザンギ。そうですね。ザンギブランカなんですが、青サイさんがブランカと戦っているところをあんまり見てないかも。さあ、ステップはダイヤして返してスカって、あれ1フレームからなんか空中判定とかなんですかね、あのステップって。あ、そうなんですか。いや、知らないからいや、俺も知らないですよ。いや、そうだとしたら、はい、要は投げられないのかなっていうのは。ああ、空中判定だから。あ、無敵技なんですか。無敵技なんです。無敵技なんだ。ワンログのあれと一緒ですね。ヒュー、バックスラッシュ。サプライズバックって言うんですよね。サプライズバックって言うんですか。そう、あのバックステの名前確かに。そう。そう、サプライズフォワードっていう。前に行くやつはフォワード。フォワードで、サプライズバックステがバック。サプライズ。いや、ほんと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 。持ってるから。やばいな、ネーミングセンスいいな。すごい。カッコの人ネーミングセンスいいのよ。かっこいいですよね。さあ、スライディングはやらせねえと。大変し。そこパンで止めれる。さあ、これブランカー角が見えるんですかね。きつそうですね、これね。結構ザンギ硬いから。さあ、おいしいおいしいからの、しかしこれブランカーきついな。もう上も通らないし下も通らない。通さなきゃいけない。通さなきゃいけない。あー、きつい。でも相打ち。勝ったのは青木サイクロンさんのザンギフ。続きまして、どちら様、カーシムさん。カーシムさんのさあダルシムです。カーシムさんのダルシムが乱入した途端に青木さん、と青木さん、青木さん嘆いておりました。まあそれはね、この組み合わせはね、そらそうよっていう。だってさっき見たやん。さっき見ましたね。さっき見て何が始まってたの。あ、これフォークでしたけど。あ、これどうやって勝つんだろうみたいな。あ、そう、フォークでしたね。なんとも投げキャラとダルシムかなりヤバいですよ。そうなんですけど、玉欲しいっすよね、玉がね。玉じゃないと思うんだよ。いや、でもなんもファイヤーがきつすぎて、あー、燃やされまくっている。さあ、上を通したけどなかなか近づけない。左手伸せんのかな、飛び込み。おっちょっちょ。もうないです、ね、なんか毎週言ってるような気がしますが、ザンギの足がボロボロ。毎週言ってるような気がする。これ膝に来ますね、ほんと に膝とかすねに来る。泣きどころ一生蹴られる感じですから。そうです。殴られて殴られて、そう、あの涙目になる感じですよ、ほんとに。もうプレイヤーも泣きたいっすよ、これは。そう、常に膝、まあ肘を、肘じゃねえな、すねをピシピシッ、円形の投げどころを、はい、ひたすらにそうですね、ひたすらにこう、ついていくという。はい、これザンギフかなり厳しい。
さあ、パイプもせっかくね。ああ、勝ったのはカシムさんの楽しむ。これは硬い。硬すぎましたね。カシムさん、すいませんでした。続いてクレジット。クレジット。クレジット係。セロテープさんがクレジットを入れてくれています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝の極み。感謝の極み。あなたがいないとゲームができないっていう重要な役割ですから。さあ続いてグッチさん。グッチさんですね。もちろん X 流。あ、ダルシム竜と。ダルシム竜。はい。ダルシム竜は。ダルシム竜は？なんか竜が勝つとすごいテンション上がりますよね。まあ組み合わせ的には絶対ダルシムなんで、ね。なんか上手い人の竜と上手い人のダルシム見てると。はい。まあなんか竜が勝つときってなんかかっこいいんですよね。ああわかりますね。そうなんかつなんかパンチに昇竜拳当てるみたいな。かっこいいって。そう、なんか見栄えがいい。やらなきゃいけないことをちゃんとそうですね、こう、読み通した感がすごい。そうね、あー気持ちいい感じですよね。さあ、ドリルは波動拳通して真空、大足、波動。これは波動拳で OK、ね、波動拳。さあ、グッチさんかなり硬い。攻めるとこは攻めてしっかり要所要所分かっている。昇竜拳当てる。ドリルはガードしてファイヤー波動でお返し。中足波動しっかりしてる。大足からテレポートでかわすも昇竜拳。大ボスは中ボス、中ボスでした。中ボス、うん、横、うん、中ボスでした。たまにひっくり返っちゃうやつ。さあ昇竜拳すげえ出す。真空で削って、もう体力がない。さあ真空貯めて、川島さん、あーしかし投げる。あそこは間に合わなかった。勝ったのはグッチさんの竜。さあ続いて、はい、白なんでしょうね。白キャミー、モチキャミーです。モチキャミー、モチキャミー、モチキャミーです。モチキャミー、モチのロン、モチのロン。さあ白キャミー、まずはフーリガン、うますぎる。完全に最近な、ほんとキャノンの精度、はい、半端なすぎて、ハック君の当て感っていいの。一回タイムスリップして未来に行ってんじゃねえかみたいな。ああこう、そう、おい行ってきて見てきてんじゃねえかみたいな。行ってきてお前これやるんでしょみたいな。そう行ってきて帰ってきて、はいここでキャノンねみたいな。もしくは時間止めて手元見てるかとか。ああそうですね。ああはいはいはいみたいな。あ、じゃあ出すわっつって。スタンド、もうスタンド使い説ありますね、これは。完全に。ってことはザ・ワールドを持ってるってことですか。これは、イエローカードですね。でもその、証拠はないじゃないですか。ザ・ワールドを使ってるんだったら。いや、もう、押し付けですね。魔女裁判みたいな。魔女裁判ですか。やったんだろ、お前がやったんだろ。それは、あの、下手したら、あの、非難ゴーゴー受けるやつですけど。なんて言ってる間に。言ってる間に。言ってる間に、一本一本。いい勝負、いい勝負。しかしこれあれですよ。おお、フーリガン届く。さあやってやって、さあスパイラルはガルシャガ。フーリガン通る。あそこ勝ったのハクキャミ。素晴らしい。まあ先日のフォックスで、あの川端さんを倒してるんで、はい、あ、その、あ、話は聞きました。はい、倒したらしいと。 X 流はもうお手のもんだと。お手のもんだ。キャラ対言わんばかりにこの男をやりおる。そして出てくるのはセオベガでございます。はい、セオベガ。バックジャンプが早い、ベガ。さあ拾う。いや投げて、しかし前ジャンプ反応。今の反応は何だ。いや今の読みじゃないですかね。完全読みだと思うんですけど、これは未来行ってきつつありますね今のも。しかし投げて殺す。さあこれは本当に実力者同士の戦いですね。はい、今若手の中で一番うまいんじゃないでしょうか、はい、ハク君が。まあでもキャラは一番弱いんですけど。弱いんですけれども一番うまいと思います。そうですよね。
さキャノンからめくりはガードしたけどフーディガンで OK めくって投げで OK キャノンは当たらない読み合ってるんだよなね当たらねって読み合ってんだよなすげえな本当にしかしからの馬拾うしかしまだある投げて殺すマジかまあハク君が負けるまで続きますさあ強豪2人を一気に似立てしていくのがハクキャミはい、ハクキャミーが、あと3回勝つと2位になります。これで2位、あ、じゃあ結局決勝戦いけるんですね。はい。ということで。さあ、ここで一気に番狂わせが起きている。いや、番狂わせではないと思うが。キャラさ的には番狂わせだが、実力的には全然あり得ると思いますけどね。いや、しかし、瀬尾さんのベガと、ね、グッチさんの竜倒すってのは、キャミーで倒すってのはなかなかやばい。なかなかない無理、無理。これ無理っす。これ無理っす。これが始まるの。そして、そして来ました。伝説の男。伝説の男。バース。しますはい。セロテップ。絶対聞いてないだろ。いや、聞いてなかった、聞いてなかった。いや、でもガッツ石松って言ったんだもん。ガッツ石松じゃないでしょ。伝説の男、ガッツ石松。あれも伝説だけど。昔そういう曲があったのよ。伝説の男っつって。伝説の、あったんですか？ガッツ石松伝説みたいな。そんなんありました。うん。あったのよ。君が多分、生まれて間もない時代だったと思う。俺が10歳ぐらいの頃払ってたよ。知りませんよ。そんなん知りませんよ。何言ってんの？生まれたばかりか、1歳、2歳とか。いやー、やっぱりね、このね、中足がね、かなり残疑相手に刺さる刺さる。この人は、俺と同年代です。同年代。絶対に。なるほど。さあ、ガッツ石松ネタを挟んだところで、フーリガンが通らねえ、しかし、めくってフーリガン。近距離フーリガンマジ避けれねえんだわ。さあ、スパイラル。うまい！しっかり上を見ている相打ちも許さねえ勝ったのはハクキャミさあ続いて続きましてどうなったエクスパーさんかなエクスパーさん破天荒さん出てきましたねじゃなくて破天荒さんさあえあと何回だっけ1回あと2回あ2回か2回あと2回あと2回で決勝戦いけるいけますねおお決勝戦の相手はピロスさんのホンダですさあ、ここで出てくるのは、破天荒さんの X 流。で、ここで終わると、川島さんの、ザニーになります。なるほど。ザニーホンダの決勝。ザニーホンダの決勝、見物ですね。さあ、大丈夫なんですか映像に残していいやつなんでしょうかまあ、大体そういう感じじゃないですか。もう、スパツ X なんて。うん。そんなもんですよ。そんなもんですか。そんなもんです。いいんですかそんなこと言ってしまっていや本当にキャラさは分かった上でっていうところ皆さん やられているはいそれより人もあるやっぱ人の要素強いんでこのゲームなるほどどれだけ対策してるかとかはいだって読み合い強いかとか X リューと X カミーなんてもうやばいっしょみたいなやばい感じなんですけど倒しますからねハッキャミーは倒してますねこれで同点でございますさあ、一気に、首位と並んだ。首位ではない、2位と並んだ。あ、2位と、あ、2位か。2位と並んだ。さあ、ここで勝ったらハク君が2位。はい。で、出てくるのは？おっ！ X バイソン！ KKY バイソンでございます。KKY さんの X バイソン。今回はバイソンバイソンだったんですね。しかし、上は通らねえ。バイソンダルシムです。あ、バイソンダルシムか。で、バイソンを選んださあ、グランドしかし、ハクキャミは前飛びを許さない男をしっかりつなげてあっとしかし、これバイソンきついしっかり見ている技を置いているやばいな、強いな間合い調整がうますぎますねうますぎるこの男どのキャラに対してもしっかり対策を忘れない男しかしピオロは早すぎてこれは暴力ですこれは暴力そのものこれは婦女暴行で訴えられるこれはやばいですこれキャミ使いからしたらかなり苦しいですよねやつ俺はこんなに攻撃当ててるのにみたいな俺は私はっつって私はそんな太い
さあ、うますぎて今の腕からクリアするパンチなんて受けられるわけないでしょみたいな感じです。そうそうそう。さあ、フーリガンフーリガンからの穴切られてスタンパチガード、グランドもガードしている。しかし中盤グランドで KO。さあ、とで4連勝同士でカオシムさんとパク君が並んでおります。あ、並んだのか。並んでおります。並んでこれどうするんですか。いつもはそれはセロ様に聞いていただけないでしょうか。セロさん、セロ、あのいつもどうどうなるの。あ、まず2位決めの一席になると。2位決めの一席をします。パク君試合2位決め。あ、ないか。さあ、ここからは2位決めの一先ですね。ハクキャミーさんが キャミーで、で、川島さんがザンギフ。さあ、色は緑色ですけども、色はセロこれはセロテープの衣装を継ぐということでよろしいでしょうか。これは完全にセロテープさんの意思を受け継いでいる。まあ、先ほどセロさん負けてしまったので、はい、仇を取っちゃると、取っちゃる。パンツと靴を借りて、そうですね、パンツをキュキュキュッと買い直して、緑のパンツと靴を借りて、はい、借りて戦う川島ザンギエフ。しかしラリアット相打ちからのめくってラリアット、しっかり2ヒットつながっている。まず1本取っていったのはカーシムさんのザンギエフ。しかしパクキャミー、あそこまで今日、まあ、強い相手にね、連勝を勝ち数重ねていったんだから、攻めて生かし言っておきたいところですよね。まあ、ここはキャラさんきつかったのも覆しましたからね。覆しました、完全に。しかし投げられる、これは痛い。さあ、上をと見ている、冷静。無理しないですね。無理はしません。このニュートラル状態余裕です。さあ、上を通さない。ここはこうなるともうザンギエフやることナッシングラブル。まず1本取り返していったのはハッケミ。分からなくなってまいりました。はい、分からなくなってまいりましたが、キャラ的にはキャミーですよね、これ確か。若干若干カンキャミー寄りですかね。やっぱ足技強い。この中足、そうですね、中足ブンブン振って飛ばしてキャノンスパイっていう感じなんで。しかしでこうやってすげえ当たる当たる、噛み合わせで台足が当たったらワンチャンスって感じがしますけど。さあ、フーリがいきなり飛んできた。これで2位はハクキャミーと。はい、そうですね、2位はハクキャミー。これで決勝戦登ってきた。さあ、ここからは、ここから三先が始まる。三先ですね。あれ、ハクキャミー初めてか。そうなんですか。いや、前にも見た気がしますけど。準決勝は、準決勝、え、ハクくんさ、あれ、初めてだよね。初めてです、決勝戦。初めて、決勝戦初めてです。さあ、110回目、110回目にして優勝どっちだか、ヒロシホンダかハクキャミーか。ハクキャミーか。さあ、三先行ってみましょう。しかしお相撲さんと、お相撲さんとデルダレッド、そう、このデルダレッド、かなりデルダレッドきつめ。きついですよ。きつい、通ら、技がね、通らない。きついですよ本当に。しかもダウンしている、やばすぎて相打ちが美味しくない。ザーッ、この趣味はコパン連打ですと言わんばかりに。趣味はコパン連打ですってのは何だよそれ。コマさん、コマエスホンダさんもツイッターの自己紹介文が、はい、趣味コパン連打って書いてあるんです。それ虫じゃねえか。趣味コパン連打ってどういうことですかみたいな。あのスパーツ X 知らない人から見たらね、何のこっちゃって話ですけど。いや、だって見る人が見たら虫にしか見えないんだけど、コパン連打って大丈夫みたいな。しかもアイコンが、はい、S ホンダの手なんだけなんですよ。どういう案件。
それほどもうショーピーレンダーに命かけてる。趣味はスパツ X じゃなくてショーピーレンダー、コパンレンダーです。そう、コパンレンダーです。え、そんな強いですからね、コパンレンダー。まあまあ、そう、それは、うん、確かにある。さあ、百列は勝てるんですね、フーリガンで勝てるんですよね。抜けました。さあ、めくってうわ、しっかり突進技食い止めている。まず1本取っていったのはハクキャミ、これで0-1ですね。さあ、ハクさん、今日はかなり強いっすよなんか今日はな、今日もでしょ。今日も強いっすね。今日も強いでしょで、ちゃんと勝ちを重ねて、やっと今回初の決勝戦、これは勝ちたい。さあ、間に合う、キャノン。さあ、ダイヤシー焦がされて、めくられている。しかし拾う、ドスコイ、スカルが百裂で KO。 さあ、まず1本取っていったのはピロスさんのホンダ。しかし、さあ、うえ、マジ、あれ見えるか、あれ。ハクさんの反応が凄まじい。さあ、相打ち、百裂は、うわ、フーリガン許さないですね。フーリガンは頭突きで一歩勝ち。ピロシさんも見ている。これで1-1、熱いっすね。ホンダかなり有利なカードなんですが、ハクキャミかなり、やっぱあの普段ニーヤさんのホンダとやってるんで、かなりやってますよね、彼は。さあ、中足からスパイラル。しかし、あの技、うわ、上を見ている。あれ落とすんだよな。さあ、めくって遅らせている。フーリガン、いや、あそこの街もうめんだよ。からの表から投げる。あそこもな、キャノンを釣ってる感じがすごくした、しましたね。ちょっと様子見だったんですけど、うわ、歩いていきなり強気完全にこの男、未来が見えている。さあ、百裂で通らない。しかし投げ、さあ前、百貫。しかしなんとか抜け出して、上からめくってる。あ、惜しいが、惜しいが、惜しいが、あのめくりは、あのめくりはかなり常人離れしてますね。あそこからつながれば惜しかった。しかし、まあ一本一本、1-1で迎える。はい、両者いい勝負だが、いきなり、はい、かけんな、どっちでしょうか。おー、逆リスクで中足を透かしていった感じ。当たる。さあ、スパイラル。さあ、めっ、そうですね、フーリガンからのめっ、思って、あー、ってるのお互い。さあ、止める。しっかり前を見ている、ハッキャミ。さあ、相打ち、相打ち、あーっと、ここで痛で。さあ、キャミー、この体力を取るのがかなり至難の技。どうするかですよね。しかし、いい感じに持っていって逆転している。マジか。あそこの、よくバックジャンプしたな。マジか、肝座りすぎでしょ、今の。はい、今のはバックジャンプ読んで、なんか続き当たるかなと思ったら、つかりましたね。そこを見逃さなかった、ハッキャミ。技を知らなくてんでしょ、調べすぎでしょ、この人。さあ、これで1-2、ハッキャミリーチ。おいちょ、100巻は、あ、なんか、こう、ピョッ、キャミがピョっているか。投げ、キャミがない。さあ、めくり、フーリガンは通らない。垂直キックで結構落ちると。さあ、ピロシさんがまず1本、おいちょからの続き。さあ、フーリガンは続き返していく。さあ、これはこれは強いところが、これはキャラバランス。フーリガンがスカって頭突き、これがキャラの差ってやつですね。キャラ差でございますね。しかし、ピロシさんも
だんだん温まってきたんじゃないでしょうか。フーリガンを完全に頭突きで返せるようになってきているので、これ最終戦のことなんすよ。これで、そうですね、両者エンジン完全に、あのやっとモーターのコイルが温まってきたところだぜと言わんばかりに、はい、2-2 ですよ。これは激アツ。さあ、あ、うわ、スパイラルに頭突き、反応が凄まじいぞ。ザー、埋めるように、埋めるんだ、そこ埋めるように頭突き。さあここでピロシさんがリーチをかける。ハクキャミ間に合うのか、スパイラル。しかし頭突きで落ちる。キャノンはからのガード。さあ落とす、落とす、まだ分からん、逃げる。さあ相打ち、ここで相打ち。あー、勝ったのはピロシさんのホンダを、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、じゃあ一言いただきましょうかね。あ、ピロシさんからいただきましょう。いやー、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやどうでしたか、決勝戦は。いや、久しぶりに式に来て、はい、あの正直ダルシム戦しか頭にないんですけど今。あはあさって、はい、あさって、そうですよね、ジャイさんとやるんで、よかったら応援してください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。というわけで、第110回目式の細道、はい、いやー、決勝戦はかなり激アツでしたね、あれ。そうですね、本当に、っていうか、ちょっと、はい、途中までハッキャミ行っちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、ピロシさんの方が途中でちょっとやべえなって言ってたんですけど、はい、さすがに最後はキャラ差が出たかなといったような感じも。そうですね、はい、しかし、まあでも両者 2-2 までもつれ込んで、そうですね、はい、最後はかなり分からなかった感じです。なんか最後はそのフーリガンのタイミングを読んで振らなくなって全部落としてましたから。そうですね、フーリガン来るんだろうな、バックジャンプとか、フーリガン来るんだろうな、頭突きとか、はい、しかし、まあやっぱ日に日にその、はい、ハクキャミーはそのキャラさを完全に自分のプレイヤー性能で徐々に埋めつつあるという。いやー、やったけどちょっと今日のってか、すごいですよ、今日の勝った人、ハク君が勝った人並べるって言うだけでかなりすごい。セロテープさんとか、セロテープさんとか、あ、もうあのセロテープさんを倒すわっていう感じです。最後ちょっとザンギとエッサガと悩んだんですけど。いや、悩んだっていうか、そういうあれでもね。最後エッサガとザンギで決め手になったのは、ザンギで負けたら許されるけど、エッサガとで負けたら俺どうなっちゃうんだろう。俺そのプレッシャーに耐えられるんだろうかと。その後の展開を読み、そうですね、この後の人生を考えるに。この後の人生を鑑みて、動画が残る大会でスタガット使ってキャミーに負けたら俺どうなっちゃうんだろうって思ったら使えませんでしたね。これは避難の、ね、嵐。あ、キャミーに負けたセロテープさんって、あ、逆の意味で、あのって言われちゃいますよね。あのってなるんで。あのっつって、はい、あのっつって、僕の負けはロードシンの負けなんで。背負ってるんで。確かにロードシンの、はい、名前も借りてますからね。やっぱりエッサガと言ったらやっぱロードシンなんで、はい、彼を語らずしてアオサガもうエッサガいないんで終わりたいんですけど、最近ちょっと式に来てくれないんで。それ本当に、はい、何やってんすかね、本当他のゲームにうつつを抜かしてる場合じゃないですよね。僕伸び悩んでる。あ、それでですね、はい、本日はちょっと残念なお知らせがありまして、これ必ず言っとかなきゃいけないんですけれども。残念なお知らせ、はい、私の口から言ったものか、そうなんですよ、これ言っていただいた方がいいんですかね。ですね、まあ、毎週金曜日にやらせていただいてる、はい、式の対戦会および細道なんですけれども、はいはい、ちょっとですね、お店の方からですね、ちょっと都合がありましてですね、お店の方から都合、都合でですね、明日から、明日、はい、はい、2019年2月2日から、はい、ヒパツ X、はい、1クレ50円、あ、じゃあ50円1クレと、あ、50円1クレ価格改定が、価格改定、はい、あ、そうか、25円値上がり、はい、っていうことになってしまいます。おー、いや、でもそもそも通常で50円2クレだったのっていう、はい、
なんとずっとあれかなり長い回転セール中、はい、はい、明日からやっと通常化学サービス期間がちょっと長かったんですけど、そっか2年半ぐらいサービス期間で、はいはいはい、50円引き暮れだったんですけど、はい、明日から通常価格にあやっとさせていただくんで、やっと50円ワンクレレギュラー式をご引きにしていただければ、ああどうもどうも、それに伴いましてというわけではないんですが、はい、大のタイムレンタルも行ってますので、明日あるんですけれども、X に関しては、はい、実はレンタルするよりも50円入れた方が安くないっていう感じで、なかったんですけど、これからは多分レンタルしていただいた方が1時間ぶっ通して遊ぶならお得になると思いますので、そうですね、その辺も活用していただいて、タイマンする方などは特に、はい、という感じで、はい、あーなるほど、はい、ビッグな式をご引きにしていただけたらと思います。あれ金曜日は大歌詞は無理、あ、はし、イベント始まるまでだったら、ね、OK、 営業開始からまあお店側の都合っていう感じもあり、なるほどなるほど、まあというわけでなんですけれども、はい、はい、お知らせ以上、お知らせっていう感じでしたね、はい、長い回転セールでしたね、いや本当に2年半ありがとうございます、2年半も やってたんだありがとうございます、回転セール残念ながら終わってしまいましたが、まあ明日からは明日からは50円ワンクレ、はい、50円ワンクレになりますので、はい、はい、逆を言いますと今このお店にいる方はラッキー、そうですね、50円にグル遊べるんで、あそうですね、今配信見てる方もまだ閉店まで時間ありますので、マジかよ50円にグル終わっちゃうのかよ、そうっすね、今から来れば50円にグルでスパッツ X できます、はい、ね、なので我々もちょっと今から駆けつけにくれで、駆けつけにくれ、ね、はい、駆けつけ3倍になる、はい、あ、そうですね、これも言っとかないといけないですね、再来週2月16日、はい、もうバレンタインの結果も出て、はいはいはい、なんかもうああっつって、そうっすね、まあ、別に特に期待なんかしてなかったからどうでもいいんだけどよみたいな感じで、はい、俺は別に欲しいと思ってねえけどよ、なんか別に欲しく、俺甘いもん嫌いだしみたいな方々が集まって、はいはい、こぞってね、関東最後の予選になる、あ、関東最後、関東どころか全国最後なのかな、あ、日本最後、まあ、当日予選はありますけれども、事前の予選は、はいはい、最後になります、あ、そうなんですね、ネイルスター杯の予選、まあ、2月16日にありますので、はい、まあ、まだ切符のない方とか出ない方遊びに来ていただければ、そうですね、まあ、遊びに来てね、という、まあ、大会の時に50円してくれるのはいつものことなので、うん、まあ、てかそれは普通なんですからね、50円ワンクレ普通ですからね、ですね、ですね、告知は、あ、何かありました、いや、ちょっと毎週木曜日になんか大山ニュートンで対戦会あるの知ってます、え、マジですか、いや、その最近なんか始めたらしくて、結構近いじゃないですか、はい、ちょっと某ホーク使いがかなり嘆いているんで、あ、そう、弟さんがね弟さんがダブル台風の片割れが、はい、ダブル台風の片割れが、人が少ないよって言ってたんで、寂しいよと言ってたんで、毎週木曜日大山ニュートンで夜頃、まあ大体夜の8時から12時ぐらいまで、集まりちょっと、まあどっちかというと遅めですね、そうですね、集まりは遅めですがやってます、で着実に人が増えてるんで、いいことだということやね、はい、あそうですね、大山ニュートンはワンクレ、そうだ、まあ、50円で2クレなんで、皆さん、本当にやっと木曜日にできたイベントなんで、今まで木曜日だけイベントないじゃん、じゃあ毎日一つできないじゃんってなって、鹿島田ぐらいしかなかった、そうなったんですけど、やっと大山ニュートンで木曜日のイベントできたので、皆さん遊びに来てください、いっぱい台あるんで、はい、台余ってます、いや、遊んでください、はい、こんなもんで、そうですね、
こんなもんで。はい、じゃあ本日もありがとうございました。いや本日はありがとうございました。ウネガエルでした。デブでした。
Woo!
Now we win!
Now he wins!
Fire! 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 F